はいどうも、翔平 TV です、本日はですね、女子プロ野球の、取材に来ております。はい、今回はですね、江戸川区球場というところに来ておるんですけども、今回はグラウンドの中に潜入をして選手にインタビューや、その他、イベントなど、ご紹介していきたいと思います。はい、もう行っちゃうか。行っちゃいましょう。行きましょう。早速行こう。行きましょう。行こう。はい、やってきました。入りました。いいグラウンドっていうか、めちゃめちゃ暑い。めちゃめちゃ暑いです。今日今練習をされているので、ちょっとフラフラっと行きましょう。行きましょう。めっちゃ趣味の上手な浅野選手がいらっしゃいます。あら、めっちゃいい球投げる。いい、めっちゃいい球投げる。あのレイヤーっていう育成チームがその3球団の他にいるんですけど、その球団の選手が今期間限定で今入ってるんですよ、メンバーというかそのチームに。はい、だから実際にあのちょっとユニフォームが違う方がいると思うんですけど、このピンクのピンクのですね。少しレイヤーの選手をご紹介します。じゃないですよ。やったー、コペコペコペだよ。当たり前じゃん。初代はだって、いいですね、いい感じ、いい感じですね。後日行われる試合のチケットを手売り販売しているようでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、 YouTube ぜひ来てくださいね。10月23日にマコサスタジアム京都に出するんで、僕も行こうかな。ぜひとも皆さん来てください。一緒に応援しましょう。ここからここから後でお願いします。レイヤーの皆さん、神対応ありがとうございます。はい、そしてグラウンドに戻りまして、お二人の選手に交渉撮影 OK ということで、はい、こちらあの京都フローラの森若菜選手です。こんにちは。こんにちは。お願いします。おー、来た、乱入者、乱入者来た。はい、京都フローラの高島南選手です。おー、お願いします。この選手ちなみにあの、はい、マックス128キロ、速っ。俺より速いです。やばい、めちゃめちゃ速い。今日の意気込みはどうですか？地域リーグまだ1本で打率2割9分ぐらいまで落ちたから、3割台目指してまた頑張ります。よっしゃ。おっ、目標は自分の出番が来たらもう完璧に、あ、もう完璧に抑えてどん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 記録作って、スピードの記録もあったし、はい、それだけじゃなくてね、セーブの記録も、優勝ですね。で、勝負決定戦も優勝ですね。優勝。ショートフロアに応援よろしくお願いします。森選手、中島選手、ありがとうございました。応援しております。そしてお次は試合前のシートノック、こちらをご覧ください。
作戦会議しよう。よし、よし、よし、ありがとうございます。いやいやいや、バッチリ行きました。本当ですか？お願いします。お願いします。キャッチャーのヘラベ選手です。では、佐藤選手のピッチングを見ていきましょう。この間通算400奪三振。すごい三振取りまくって。そう、取りまくり。で、大体スライダーで三振取ることが多い。でも最近はもうまっすぐで取れるようになってきたっていう風に言ったんで、スライダーがもう鋭いし、まっすぐも120キロくらいでも速いですし、本格派です。そう、何より制球力がこれすごいですよ。もうなんか精密機械かっていうぐらいの。なるほど、針の穴を通す。そう、いい、もう安定するんです。はい、今回はここまで。次回は佐藤綾美投手のピッチングをご紹介いたします。針の穴に糸を通すような素晴らしいピッチングをされておりました。そして鬼スライダーも投げてくれました。こちらのサイン色紙を3枚いただきました。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、共演 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、須崎選手、ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか？はい、いいですか？はい、ぜひともよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。